クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶジャングルは2000年4月22日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ第8作目。キャッチコピーは野生のおバカが目を覚ます。上映時間は88分。興行収入は約11億円。劇場映画シリーズの興行収入は第1作から加工傾向にあったがこの作品で持ち上がり、演技を担いで以降、 17作目を除いて20作目までの全てのタイトルに及ぶのフレーズが付けられるようになった。工業収入が減り続けていたため、新之助が主人公としてメインで活躍する作品を作るという方向で制作されたことが監督の原圭一やプロデューサーの茂木ギ氏によって証言されている。そのため、本作は新之助とひまわりが中心のストーリーとなっている。 また、本作では、新之助以外のカスカベ防衛隊メンバーが、いつもの私服姿ではなく、別物の私服姿になっている。劇中、猿とパラダイスキングが踊るシーンでは、カール・ダグラスが歌う、ホエロ、ドラゴンが使われた。第一作、アクション仮面 VS ハイグレマオとは、アクション仮面の位置づけが異なっており、第一作が、パラレルワールドのヒーローという描写だったのに対し、 本作では、俳優が演じる特撮キャラクターという現実的な描写になっている。前作に引き続き、春日部市民が多数登場しているほか、そう止め合い、黒磯、ソメイや、野原銀之介が劇場版に初登場。t v アニメの12番目のエンディングテーマ、全体的に大好きです。の一枚絵に、過去の映画で登場したキャラクターたちが描かれており、 その中にパラダイスキングもいて、相変わらずの衣装で路上に座って弾き語りしている。劇中劇、映画アクション仮面、南海ミレニアム・ォーズは、SML 映画社によって、制作、配給されているが、その矢後とロゴマークは全然作、クレヨン・しんちゃん電撃、豚のひずめ大作戦に登場した秘密組織、SML のものと同じである。小林幸子が、 アニメ映画の主題歌を歌うのは、劇場版ポケットモンスターミュー2の逆襲以来およそ2年ぶりで、今回は2度目である。小林は自作、嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲の主題歌も担当している。今作では、薄い擬人が登場せず、書き置きのみが残されていた。本作が20世紀に公開される最後の映画作品となった。 野原慎之介や幼稚園の子供たちも夢中になっているアクション仮面の映画最新作南海ミレニアムウォーズが公開される。アクション仮面の敗北を示唆する予告に慎之介はドギマギし野原一家、風間通とそのまま、桜田ネネとそのまま、佐藤正夫とそのまま坊ちゃんは映画の完成を記念した豪華客船ツアーに参加し、船の旅を満喫する。その一方、 いつものカスカベは、新之助たちがいなくて一部は、のんびりしたり、少し寂しかったりする人たちもいたのであった。そして夜、待ちに待った、戦場試写会が始まった。だが、その試写会の途中で上映が、突然ストップ。謎の猿軍団が現れて、ツアーに参加しているすべての大人たちと、アクション仮面役のゴーゴー太郎を、南の島へ拉致し、 子供たちだけが取り残されてしまった。野原慎之介、風間通る、桜田ねね、佐藤正夫坊ちゃんの5人からなる、カスカベ防衛隊は、大人たちを助けに行こうと、豪華客船に置いてあった水上オートバイを暴走させ、南の島へと上陸、ジャングルの中を進む。さらに、ひまわりと白も彼らを追って船を飛び出す。その島を支配していたのは、猿たちを率いるパラダイスキング。 彼は、自らの野望のため、大人たちを奴隷にし、子供たちを洗脳するために、アクション仮面を打ち倒そうとしていた。カスカベ防衛隊は、冒険の途中にバナナを食べて、休憩をしていたが、そこに去る軍団が現れた。抵抗するカスカベ防衛隊であったが、新之助とひまわりを除く全員、とシロが捕まり、連れ去られてしまう。果たして野原兄弟は、両親と、 大人たちとかす壁防衛隊と白、そしてアクション仮面をお助けすることができるのだろうか。ありがとうございます。